どうも、こんにちは、こんばんは、マーガレッツです。今日なんですけれども、 PUBG モバイルって言われるスマートフォン版の PUBG の日本版にも今後来る新しい新モードを先行プレイでやっていきたいと思います。これ海外版なんですけども、 PUBG モバイルっていう日本とかアメリカとかに配信されているアプリが今ね、みんな多分やってると思うんですけど、まあそのアプリのモチーフにされているのが中国版の刺激版っていうものなんですけども、そちらの方とあと今僕がやっているこの画面の全軍版っていうものに、アップデートとして新しいモードが実装されたんですね。これはウォーモードって言うんですけど、簡単に言ってしまうとこのモード実はバトルロワイヤルじゃないんですよ。このモード面白くて、多分 FPS ゲームとかやってる人たちに関しては多分このゲーム入りやすいんじゃないかなと思うんですけど、もう死んでも生き返るモードなので、バトルロワイヤルっていうわけじゃなくて敵を倒した数を競い合うっていうモードなんですね。で、今回はちょっと全軍版っていうものをやってるんですけど、刺激版っていうものに関してはちょっとあれ時間帯で解放されるっていう形になってまして、今の時刻がちなみに言うと深夜の2時半なんですよ。さすがにそのモードって2時半になっちゃうと解放されてないんで、ただ全軍版に関してはいつでもこの新しいモードできるので、今回は全軍版でやっていきたいと思います。じゃあ早速なんですが、やっていきましょう。はい、じゃあということでやってきたんですけれども、マップがこんなにちっちゃいんですよこんなにちっちゃいんだよね。で、これはあれかな、ミルタパワーかな。ちょっとやっていきたいと思います。で、このゲームはさっきも言ったんですけど、ポイント制になってますので、右上をご覧ください。200ポイントっていうのが表記されてると思うんですけど、この200ポイントに達成したら、勝ちみたいな感じで、まあ、ポイント制に関しては一応表記今出してると思うんですけど、こんな感じなんですね。で、これ結構家あるね、今回。なので家とか取ったりした方がいいのかな。これで最初からもう武器を持ってる状態から始まるんで、いやー、これ屋根上とか行っていいんじゃねえのAKM だ、 AKM か。ちょっと待って、敵降りてんのかこれ。あ、いる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 と。はい、オッケー。まず1キル。ちゃんと隠しまで持ってった方がポイントになりやすいので、隠しまで持ってった方がいいんですけど、いる。はい、オッケー。お前もやる。オッケー、オッケー、3キル。開幕から結構調子はいいですね。いますね。はい、いますね。はい、オッケー。隠しにもちゃんと持っていき。はい、4キル。開幕ちょっとよろしくないか、これ。グレネード入らない。赤、赤。あかんぞ、お前。なあ。よろしいか？よろしいか？ハンドガンで倒しちゃってもよろしいか？よしよし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、KR あるぞ。待って、KR あるんだけど。ちょっと待って、これ。こんなドンパチしてるところで KR ぶっ放す？ちょっとやってみます？こっちにいるぞ。あ、いるいるいる。OK。隠しまで持っていく。弾ください、7ミリの。7ミリの弾が欲しい。まだ死んでないな、俺。そういえばまだ死んでない。OK。うわっ！危ねっ！はい、リスキル、OK。はい、隠しまで持っていき、ここはカーで一発頭を狙っていくが、頭は当たらない。もう一発当てていく。オッケー。これは隠しに持っていきたいところ。オッケー。あ、降りてきてるね。あ、いるいるいる。頭を狙い。はい、一発で。オッケー。あいつは隠しに持ってきたい。オッケー。で、左上見てもらうと分かるんだけど、多分一番左に排名1って書いてあるんだけど、多分今これ1位なんだよね。ランキング的には。なので、俺死んでないんだ、まだ。まだ死んでないんだよね、ちょっと。敵いる方行こうか。隠しに持っていく。オッケー。リロードして、隠しに持っていく。オッケー。顔出してみろ。顔出した瞬間やってあげましょう。あかん、それあかん、それあかん、それあかん、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 バッカ野郎。ちょっと助けて、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 君助けて。あー、お前も死んじゃうんかい。よし、いいぞ、行くぞ、行くぞ、行くぞ。よし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 。こんな感じでリスポーンするんですよ。で、俺は降り立つ。これはやっぱり屋上とか取ったら強いな、多分これ。絶対屋上取った方が強い。なので、このビルの屋上取るか。あ、敵もいるわ。敵もいる。敵いるけど、ちょっとリスキルされないように気をつけて。いる。あかん！ちょ、M16 はやばい。OK。ちょ、163弱いんでね。フルオートでぶっ放せる武器欲しい。AKM でいいや。AKM もらって、弾ももらい、OK。ちょっとあかんよ、それ。どっから撃たれてんの？ちょっとあかん、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 あかん。おま。OK。後ろからも撃たれてる。
お前、マジかお前それ。ガバガバエイムかお前は。ガバガバかお前。絶対敵降りてくるもん、ここ。みんなここ来たがるから、ふざけんなっつの。来んなみんなよ。なんか1位取っちゃったわ。なんか1位取っちゃったわ。じゃあ次はちょっと一人称モードのみでやっていこうと思います。さあじゃあということでやっていきましょう。場所は、あれだね、ミリタリーベースのところの近くの大きい都市ですね。さあじゃあやっていきたいと思います。では俺だけちょっと一人称視点でやっていきたいと思うので、まあみんなからしたら多分俺のこと見やすいと思うんだけど、俺だけちょっと不利な状況でやってみたいと思います。あーやべ。待て待て待て。屋上っていうかなんか鉄塔を取ってるやついるぞ。鉄塔を取ってるやついるわ。いる。オーケー。やばい、いる、やばい、やばい、こっちにいる。あかん、あかん、あかん、あかん。回復入れよ、回復。うわぁ、うわ、詰めてきてる。わ、打ち勝つんかい、これ。これ、打ち勝つんかい。やばい、やばい、撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる、逃げる。ちょ、来てる、来てる、来てる、バカ。これも打ち勝つんかい。これも打ち勝っちゃうんかい。ちょ待って、このモード DP クソ強いぞ。いるやんかーい。はい、打ち勝っていく。いるんかいお前。はい、DP ご了承。これ鉄塔上行ってみるか。鉄塔上行けばもしかしたらワンチャンいるかもしれんし、俺が上から索敵をして倒せるかもしれん。ここさ、危なくない？なんで柵ないの？いるんかお前。あーかー。やっぱりいたわ。あそこの鉄塔に降りてたやついたからね、マジで。まだいるんじゃないか、さっき俺のことやったやつ。あ、いるわ。いる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 。あいつやるわ、俺。あいつやる。絶対やりきる。絶対やりきる。あ、嘘！嘘でしょ！嘘だ！絶対やりきる。絶対やりきる。いるぞ。リロード中、俺リロード中、リロード中。オッケー。あぶねえ。ちょっとよ、せっかく4倍スコープを拾ったんで、4倍でやっていきたいところを、ただちょっと警戒しないとまずいぞ。これ降り立ってきてる。はいはい、降り立ってきてる。ガシガシこっち打ちで勝つ。はい、勝っていく。オッケー。危ない。いた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 。跳ねていくが、しかしやっていく。オッケー、ポイントも取っていき、これマジで本当に柵ないから落ちたら終わりだわ。あ、こっちでバチコリ打ってるやついるんで、はい、ポイントもしっかり取っていく。オッケー。オッケー。いや、キル持ってかれた。あっ、いやー、まあ上にいるところやって、オッケー。13キル。まあまあいいんじゃないか？なんでお前3キルなのにお前 MVP 取ってんだ？どういうこと？え、この評価って何なの？はい、ということで、戻ってきたんですけれども、このモードをやってみて、ちょっと感想なんですが、めちゃめちゃ面白い。やっぱりスピード感が全然違うわ。このなんか、バトルロワイヤルモードみたいに、あさってから慎重になってこう撃ち合うっていうわけじゃなくて、もう武器を最初から持ってて死んでも大丈夫っていう気持ちがあるからさ、もう突ることもできるし、突らなくても、その地形によってやっぱこう、陣取れる場所があるから、その陣取って戦ったりっていう、まあいろいろな戦略も立てられるんで、友達とかと一緒にね、やってもめちゃめちゃ盛り上がるモードだと思うんで、こちらのモードもぜひ日本版来たらやってみてください。はい、はい、ということで、毎回ね、毎日こういう、PUBG モバイルの動画上げてますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。